はいどうも、ジグロです。今日も MTG アリーナやっていきましょう。ほらせほらせのせ、はい、ドラフトレッツゴー。さあ今日はうまくできるかな。できるといいな。今日は一瞬で集まる、一瞬で集まるんだぜ。あれかな、みんなアルケミーのドラフトが終わったからこっちに戻ってきた。はい、なんだ、あれ何、殺人調査員、謎の骸骨の、こっちの方がいいか、こっちの方が良さげでは。パッと見何色か分かりづらい、このスタイル。このスタイルは白いカードに見えるぜ。とりあえずこれです。まあ他はこれといって悪くないが、そこまで強くもない感じ。山住。みんな容疑が晴れて、こいつが死んだら相手のクリーチャー一体に容疑をかける。543飛行。斜面。まあこれは2マナパワー2の威迫。まあ止まらん。で、死んだら死んだで、なんか探せるし。好きなカード1枚になる。悪くない。問題は、黒をそんなにやりたくないということぐらいで。はい。謎の骸骨の事件。もうこれは、黒いぜ。自分のライブラリーに、対戦相手1人は、自分上から X 枚を裏向きで追放。それらを見てもよく、プレイしてもよい。はい。で、色拘束は無視、無視と。どうしよっかな。使ってみる。X3 ぐらいで打てれば、まあ、だいたい5マナ3ドロー。インスタントで。悪くないんじゃないの？じゃないのって感じ。2色目は、何になるかな。とりあえず黒はレアカードをつまんでやっていきたい。二分未然。しよっかな。クリティア。ちょっと使いづらいかな。二色マルチがそんなにないんだよ、今回。ファクト破り。しよっかな。ファクト破り、ただ土地探すだけになっちゃうんだよな、大体。掃除機くん。ちょっと軽いクリーチャーの方が2パスは、まあこれなら何色になっても使えるから、無駄がないとは言える。433飛行も強い。マナファクト、これはアンタップ。青が人気なさげ。まあ、アンタップの人に。そっか。よいしょ。悩んだらアンコモン。シンクの手が空ならと言って、そんなすぐに空になんない。空になんだぞ。ここはキャウンター。急に白が、じゃない。青が、急に青が痩せた。参考にまだ青に行くとは決まったわけじゃない。じゃあレアつまんどく。赤黒になった場合を考え、つまんでぃしちゃう。まあ、あのカウンターは1枚あればいいし、どっかで。何？シンクの鼓動の事件？さらに事件。事件&事件。シンクの子で。事件性があるぜ、これは。事件性があるね。夜飲みもろい。もろいでもいい。とりあえず、レアピッカー、スーパーレアピッカー、ミカイチが好きな方、好きなの出る方、ミカイチの方がまあ動きはいい。これはちょっとあれだよ。でもあれ、クリーチャーか、どうしようかな、どっちがいい。ミカイチですか。まあミカイチの方が手堅そう。この辺取ってもいいが、まあマナサーポで。これだったら、これだったらこいついっとくか。まあ、
どっちのマナサポ2枚ぐらいあった方がどうしようかな、どっちがいい。クリーチャーが絶対欲しい。クリーチャーが絶対欲しい。お前、アンクモーン、悩んだら。悩んだらアンクムーン。一周した。とりあえず青か赤かわからんが。こいつは回る。食だわい。このクリーチャー攻撃するだけで情報2。一応装備品に。悩んだらアンコモン。悩んだらアンコモンの精神で。これだったら545パクツパクツパクト破り事件、まあこの辺で多色化はできるんで、強いカードのタッチ、一応ギリ入りそう、ギリ入りそう。おのしある、おー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 おおショック、なんとも言えんね。まあこれも2マナで出してもいいし、6で表返してもいい。ショック、ショック。まあ、取りたそうなのが全部赤い。という、こういう時は、レアからいくぜ。よいせ。これなんだっけ。対戦相手は2マナ3点。相手のクリーチャーに3点与えて、1体以上のクリーチャーが死ぬたび1枚切削して、結婚カウンターを置く。これの上に5個以上の結婚カウンターがあるなら、生贄に捧げる。そうしたら、自分の墓地にあるクリーチャーを手札に戻す。手札か。まあ、2万3点なんだし、2万3点だし、よかでしょう。2万3点。ショック。どうしようかな、ショックにする、おショック、おショック、こいつは相手によりけりなんだよな、ショックで、はい、どっちどうしようかな、ヘリオン、これない、あ、アモンケットの土地でないパーマネント1つをオンマンって振られて5マナ払うと2枚半です。どうすかね、レア土地、それこれは4枚持ってるなら、まあ、無理して拾わんでもよい。俺だと青やめた方がすっきり、また赤黒になってしまう。昨日に引き続き。まあ、とりあえずヘリオンが一番手堅い。ヘリオン大好き人間。ヘリオンでいいよ。とりあえず大きいクリーチャーなら大きいので。自白韓国土地、片方しか色が合っていない土地。三マナ三三。自白韓国。こちら。こちら。まあ、もらっとくか。片方でも色が合っていれば、OK。情報できる。情報できるので。よし。ワンチャン入る。重いけど使わざるを得ない。そんな悲しい話が。バッドリーよりはまあ、ウィーチャーが足りなくなると大変。これは弱い。さすがに、これだったらまだハンデスマン。こん中だったらハンデスマンが一番マシか。無節操な探偵社員。はい。事件。手つかずのなんたらかん。2マナ3点。2マナ3点にしちゃう。2マナ3点。2枚も欲しいかってなる。で、このカードは、こんなに、まあいい。ここまで。相当レアばっかり拾ってる。1点のライフを得る。5点以上得ていたら、事件解明。これ、サクルと、墓地にあるクリーチャーカードを唱えられる。1ターンで5点回復は、リミテッドだとちょっと。ちょっとだ。はい。おう、ショック。クリーチャー何枚？クリーチャーはでもクリーチャーだったら何でもいい感じする。ショックは、ショックでしかない。バットのリクリーチャーが足りなくなった時用に、クリーチャーになるやつを、なるやつしとくか。隠し武器。
軽いところを触れる状況は揃ってるから、あとは大きいクリーチャーを触れるカード。ちょっとと、まあ、あとはクリーチャーか。クリーチャーがいっぱい欲しいぜ。クリーチャーだぜ。そんなにいいのがいない。2マナ22。はい、ヒルの方が良かった。いや、そんなにか。結婚鑑定。これはまあ使うかわからん。わからんのじゃ。うん、まあ使うかわからん。なんだ、うん、がっかり。これそんなになんだよ。そんなに、そんなになカードしかない。そんなになカード。これはな、わかんない。相手に。わかんないんだよな、触れる。まあ一応大きいクイック。いやーでもな、どうしよっかな。これだったら何とっても変わんないから。レアピ。レアピの可能性。レアピッピだ。レアピッピしちゃおう。なんでも変わらん。なんでも変わんなそうだ。オランウーテン、ジョシュハン。ジョシュハン、オランウーテン。オランウーテン、オランウーテンでもいい。2が熱い。2が意外と熱い。意外と熱いって言っても。全部プレイアブルとは限らない。どうしようかな。うん、ドローいっぱいあるし、とにかく軽いやつぐらい。殺害1枚ぐらいはあっても。ちょっかな、除去用意バッドリなのかな。除去用意バッドリ感はある。忍者バッドリくん。でもこれだとな。相打ち。殺害使うかわからんが取るだけ取る。そういう話になる。3万、お、いい、2万13。これは悪くない。受け身でも強いし、攻めても強い。カイロックスは、カイロックスなんだよな。3パック目。重いんだよな。重い。7マナ4、4。なかなか構築では。4マナ除去。4除去が一番いいか。一番いい。はい、これは事件。特に欲しい。お、バケモンカード。バケモンカードだが、タッチ青できなくはない。一枚ぐらい。手がかり。アーティファクトサクル要素、そんなになさそう。どうしよっかな。いいか。レアピ。お、ヒル、いいね。ヒルはね、強いからいい。ぬめる相当ヒル。これは強い。結構やらしい。強カードは最低。クリーチャーがちょっと、やはりクリーチャーをもっと拾わないと。クリーチャー足りないのはね、なかなかまずいです。虫歩く洗濯物。ショック、クリーチャーはない。ショック。ショックだけは3枚ある。クリーチャーはないが。さて。はい。クリーチャー、ない。まあいい。よくない。よくないんだぜ。重い。クリーチャーだが重い。重いとダメ。軽い方が。ダメだ。やばい。クリーチャーが。大人形。お、3マナ3。拡大強。クリーチャー大丈夫。全然足りてなさそうだけど。大丈夫。よいせ。さあ、どんな感じだい。シュッ、シュッ。角炉で入れられるもんは全部入ってる。よいしょ。おい、おい、おい。はい。シュッ。クリーチャー12枚。やばーい。これがまあクリーチャーだから実質13枚。13枚なところある。1枚も抜かせなくて13だから、ね、やばい。どうしよっかな、13。これあんま入れたくないよな。これそんないんだもんな。そんなに最低限3マナ。青いカードってどう？あと装備品とかになっちゃうもんな。どうすか？無理して入れなくていい。無理して入れなくていい説はある。13でしょ？
これが3、ちょっと待ってよ。今これで13、11、12、そうか。あれを、いらんのを一体抜いたから。で、変装。一応軽い方に寄ってはいる。バッドリー、除去。なんか変なことになった。除去。ドロッソ。除去だけは。クリーチャーここにもあるか。じゃあこれで13枚。こいつら込みで1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、11、12、13、14、15。って感じだな。隠し武器。こいつら込みで、あれ入んなくない？あれ。こいつら込みで13。はい、はい。まあ2色でまとめるんなら、これがいらない。1、2ね。これちょっと重いよな。重い。1、2、3、4、5、6。除去6。23枚になった。どうしよっかな。クリーチャー13枚。たくさんドローでごまかしていく。未開地情報ランド。土地17でやるか。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。どうしよっかな。でも半端に3色目を足す。足すにしても微妙なんだよ。半端に足すぐらいならこれでやるか。こちら。お、ちょうど半分。ちょうど半々なんで。ちょうど半々で。どうしよっかな。ちょうど半分。こっちの方がいらない。こっちの方がいらない。ちょうど半分。純正2色なら、そんなに多色土地いらないか。アンタップ状態である好きなクリーチャー一体をタップして。マナフラウ、まあこれがあるから、これが2枚あるから、そんなに意識せんでも。8枚。これ7枚。取って、よいしょ。で、こっちが8枚。よし、完成。いくぜ。はい。レッツゴー。黒アーカーの0の0。お、今日はなんか人が多い。はい、対戦。よろしく。いやー、どう？先行か、どうすっかな。まあまあいい。まあさっきよりはマシ。さっきよりはマシという話。どうしよっかな。234、動きはある。殺害、一応殺害があるから、こっちは。ちょっかな。これはドローで使いたい。ということは、砂をハンデス、こう。この2ターン目のハンデスの、そんなに強くない感じ。お、なかなか悪くないカード。21?ニーッピー殴って、ああいうッピー、美味しくないッピー、美味しくないッピーなので、ブロッカーにするッピー、アタックしないッピー。どうするッピー。はい、1、3、マナクリップ。止まった。ちゃっちゃっちゃーか。ランド止まっちゃっちゃっちゃーはつらい。殴ってみると普通に考えてこう、場をさらにしてこっちは展開なし、それは惜しくない。ゴーで。
どうする？とりあえず並べていけば、長期戦になったら一応、レアカードが多い分、チャンスはあるはず。このシアルクセンタークもなんだ。なんかチカチカしている。なんだ。チカっている。チカッとチカチカ。はい。容疑かかった。3人どうしよっかな。3人死んでもいいの。どっちも、どっちも死んでもいいより。まあ3点。これだったら3点あれして。どうしよっかな。この人、探偵ではない。探偵ではない。11にされても、一応、じゃあ行っちゃうか。3マナ払うと、手に返ってくる。2対2で、ちょ、うーさ。はい。間違えたな。こっち、こっち。間違えたな。3。変装、変装だ。チクった。チクったぞい。よいしょ。はい。はい。この人ない。ないですね。3マナ3、2で、アーティファクトをサクッたターンの間ブロックされない。攻撃すると1ルーター、ルー&タワー。ルー&タワーできる。まず、5万やった。それで、自分にデスタッティ、自分にデスタッティの方が美味しい。はい。トース。しよっかな、6点。ルーターさせたくない、させたくない感じある。もうやっとくか。おい。何回言っても3で止まってるから、ルーターされない方が美味しそうではある。これで持って返すのは5マナ。はい。ここ収集でタッパーになるか。証拠収集だけでいい。マナなしタッパー。これで3マナ。3マーニャ。3マーニャで何をするか。はい。フレンコ。3速攻。速攻殴って。来る来ない。殴って来ないぜ、来ないやん。みんな行っていい。みんな、どうしよっかな。みんな行かないと、こいつ怪しいなってなっちゃう。そうなると、ここに2体来たら、ここに2体来られるのが一番嫌だ。まあ、2体来ないよ。はい。そう来た。まあ、クレンコだけ落とせばいい。はい。あんた職人。おう、職人。はい。おい。はい。あ、神愛。神愛だぜ。3号になっちゃった。3号になっちゃうとちょっと話変わるよ。これだったら2ターンか。相手次第。みんな行くとして。ヒルをデスタッチにして。どっちにしろあれか。ちょっと待って、これ止まるようにして。
してアタックして、このターンはこれで、で次3のリーサル、リーサルとりあえずもらっていい、はい、これでこいつ、はい、アンタップ飛行のブロッカーがマストで欲しい、お起動できる、これ起動できそう、強い、これでサクッたから起動できるっていう話、スーパーコンボが、スーパーコンボじゃ、そしたら3だからな、よいしょよいしょよいしょ、はいはいはい、でこいつが表があれば3点ドレインだから、触られなければほぼ勝てる。さあどうだ、相手3マナで止まってて、ずっと苦しそうな感じはあったね。3マナ止まり、まあとりあえず飛行のブロッカーは出るから、はい、ボロボロイン、飛行のブロッカーは出るから、それで、はい、でどうぞ、はい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 、おなるほど、アンタップしてもう一回、あ強っ、すごい噛み合いがすごい、あすごいぜ、アンコモンシナジー、対戦ありがとうございました。おいっとも、とりあえず一勝。まあ今のは相手の土地が止まってんだから、なんとかな、すごいアンコモンの噛み合いが凄まじかったね。あれがもうちょっと早く回り始めてたら危なかったね。パーだけ入れる、こっちのデッキも。どうしよっかな、でもな。あれのために青。言うて、こいつ相当、相当やる、ひょっとして。相当やりそうだが、何抜こう。何す、抜くならスペル、バッテン、これがなんか、なんかそんなに、そんなにな感じする。まあ、3もない気だが。で、1枚ずつ抜いて、島でも入れるか。まあ、タッパー君はギリ。ギリ使えるっしょ。お、来た。はい。対戦。よろしく。はい。さあ、タッチ青はうまくいくか。いかぬか。2ターン目事件いいね。レアカード。レアカードが3枚できない。4枚。4枚。気分がいいぜ。もらうぜ。まあ、2マナ2マナ。威迫だぜ。青クーロ、青クーロ、マナ3点どうしよっかな、次の次何もこの動き、まあクリーチャーなんだ、13結構嫌なの来た、結構嫌なの酔ったな、まあとりあえずこれは殴る、おい、はい殴る、ここはクリーチャーを追加していくか、33いけ、路地の通り魔、まあ、33はなかなか止まらんぜよ。なんだ、除去か。
まあ状況ならまた2点通るからいい。これどうしようかな。黒、まあ、これは大きく打つときには大体黒2つあるか。ってなったら、トンネルは、島持っていきとく。切削があるから、ね、落ちちゃったら大変。悩んでる。三三はね、強い。強いぞ、強いぞ。さあ、どうする？悩む、めっちゃ悩むね、相手。じっくり考える。なんだろう。めっちゃ悩んでる。めちゃくちゃ。殴る？殴るだと。やめた。マジ、マジ悩んでる。マジクソ悩んでる。大難なんだ。はい、裏向き。裏向き。ショック。どうすっかな。こっちがぼっちに落ちると、あれがあれして。ショックから行く？ショックから行くでも、とりあえずこれは忘れないうちに切っちゃう。チラチラチラ。チラ。ショックで行く。ほい。支払い。なんだ。まあ、こういう時大体なんで、結構嫌なのだったね。結構嫌なのだったので助かった。はい、はい。5。3点のライフを失う。まあ、大きい飛行。なかなかやらしい。3色、4色で圧をかけていく。4色デッキだぜ、こっちは。はい。それなに好奇心的なサムシングだった、ね、確かに。調査が。2、4。止まるぜって話。2、4で止まるぜ。どうしよっかな。2体とも1体、まあ。ほい。キャッチ。キャッチ。なんかある。デスタッチハンコンのやつぐらいあるなら。それか前、はい。死亡、推定死亡。なるほどね。推定死亡、帰ってくるってこと、死んでも。どうしようかな。帰ってきて、容疑。容疑かかったら、でもブロッカーになんない、なんないという話になる。どうしようかな。ブロッカーになんない。帰って、墓地にいられる方が嫌か。ほい。はい。で、これで勝手に帰ってきて、ブロッカーにならない状態なんで、よかばってん。はい。このアイテム3マナで止まってんね。みんな土地が伸びなくて苦労してるぞい。まあ、ブロッカーにならない以上は、どついてくるしかねえ。ジェシュハーン。ジョシュハーン。よいしょ。こっちはフライヤーだぜ。殺が今撃てないんでいらないです。はい。そろそろ下は止まりそう。下は止まっちゃいそう。上は止まってない。二体ともクール。二体ともクール。レアリー。全体上級。全体上級。いや。あ。まあどうせ止まんないからってこと。とりあえず殴る。2点。よいしょ。よいしょ。ロフォー1。もらっていい？ゴー。ゴマーナ。ゴマーナだぜ。まあこれ速攻表で出せば速攻なんで結構いい感じなんじゃないの？そんな感じする。
で、これ、スケルトーンが死んだら、ショック持ってきて、顔に2点で結構いってる。自分の終了ステップだから、若干ラグがある。で、次のターンの操作入りだから。これ撃たない。最後まで撃たないじまい。極悪非道の盗人。盗んで使う。まさにゲド。はい。サンサン、証拠シュッシューして。シュッシュッシューして。はい。ブロッカーにならないから。まあ、ブロッカーに、あ、やってされるからあれか。もちろんスペル何枚ある ?2 枚。2枚ってことは ?2 枚ってことです。2枚ってことは呼んで表返せる。呼んで表返せたが最後。待って、これみんな行くと、ここはこうなる。下が1、2の3体で、1、2の3体、普通に考えたら威迫があれ。1、2の3体で行って、1、2の2体止まるから、普通に考えたら、こう止まって、これ抜けて、ちょっと悩んじゃうね。2体出てくる。割と予想外。相打ち一方だから2体失って、いや、押すか。はい。はい。え、そっち。はい。威迫だよ。まあ、これでも悪くないっちゃ悪くない。残り1。どの道残り1ぐらいになる。だったら、残り1で、いや、どうなんだろう。ここ、ジャンプ。一応3体止めれるから、はい。もうそこに来る。マジ。それ結構買ってる感じになる。大丈夫。はい。悩むね。悩ましいね。まあ、威迫はそう止めないでしょう。スケルトーンが死んじゃうと、なんか飛んでくる。はい。まあ、素直に来たね。ああ、果敢でずれるか。まあ、それだったら素直にこう、考えるね。この一枚次第では。悩むね。はい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 、あと1枚。一体、あ、同時にたくさん死ぬのもあれなのか。そういう感じか。君、あと1。これ黒ナイターあれ、黒ナイターあれだね。殴ってくる。まあ、そうか、ブロッカーになんないな。殴るしかねえ。ショック何枚？ 2 枚、3枚、2枚だ。お、1、3、2枚。いいとこ持ってんね。じゃあ、主犯。これは X4 で撃っちゃうか。1、2、3、4。おい。なんか見して。おい。なるほど。アタックし。あ、アタックしてよかった。失敗したの。アタックしたら返し勝ってた。失敗しちゃったぜ。こいつが生きてれば返し威迫になるから、それで終わりか。さあどうだ。めっちゃ見てる。なんだ。なんなんだ。めっちゃ悩むぜ、相手。
悩むぜ。すっごい悩むぜ。はい。ほう、除去。水泡除去。はい、それを探って。フィーチャーそっち。まあ、そりゃそう。一体、相手が探ったから、あれこれ今。はい、殴ってくる。7点。一気にヤバめ。一気にヤバめ太郎。ヤバめ太郎。自分のクリーチャーだけ。よし。これで、7マナ。ターンずれるけど、負け目だけ減らしたい。そんな大したことないやつだ。9点、死ぬ、ブロック、ブロック、七を死んでないんでしょ。はい。はい。これをさっきやってれば、危なきゃ、勝っていたんだ。お、やばい。解決。なんか拾える、なんか拾うとしたらない。あ、ショック2枚と持ってた、もしかして。これピンチ、ピンチ、アイムピンチ。一点だからな、なんとか。どうにかこうにか。はいはい。三体。これだと1234567悩んでるね。探偵プラニーニーだけ嫌だ。これブロックして、はい、はい、残り5切削して、あれ今のやつ、今、あれ今のやつどうした、相手のカードだったか今の。ってなると、ブロッカー2体に対してだったらこっちの方がいい。常習犯。手札かしか、手札めっちゃずれるな。ずれるぞ。36。とりあえず、これは色拘束ない。はい。はい。なんかある。あ、ショック3枚やってよかったよ。よかったよかった。危ない危ない。対戦、ありがとうございました。おい。危ない。めっちゃ危ない2勝。さっさとスケルトンを恋してる。はい、2勝。さあ、こっからはどうかな。2回はなんとか勝てる。3回、こっから3連敗を昨日はしたからね。気をつけないとね。お、なんかタッパーのために一色タッチはあんまり良くない気がしてきたから戻したいんじゃ。まあ時間稼いでバン、ビンブン。綺麗に土地が伸びればねって話で。あんま良くない。あんま良くなさそう。お前なんで。はい、あ、この方がいい。
の方がいいです。ほぼ変わってない。そんなに手札が変わってない。トンネル、黒黒出た方がいい。いやー、どうしよっかな。どうしよっかな。もらわ、ちょっと悩んじゃう。まあ、これ2ターン目にそんな強くないから。2ターン目に出してもそんな強くないんで。2パスで、2パスでお願いします。あ、惜しいよ。相手も2パス。はい、これは打っといき。いや、これはこうでいい。止まってるから、いいっす。よいしょ。素直に沼。よいしょ。あ、もらう。素直に沼。おい。お相手のクリーチャーも対象にできる。テクイ、テクニカル。まあ、一応これで止まってるんでよし。何つってた？あ、もう除去捨てる。除去捨てリンギ。はい。一発殴られる。一発殴られる。ほい。222。222だよ。ドラえもん。そう残すんだ。はい。3枚ドローぐらいはしたい。殴ってくる。どっかな。まあ、素直に。はい。相打ちなんだ。素直相打ち。はい。証拠収集したかったわけになるほど。次4点もらう。4点もらうが、出し方なし。インスタント？インスタントだ、すごい。どっかな、ヒル。お昼、昼なんです。場を支えたい。場を支えたいんで、こっちから。ほい。えい。相打ち。マジ。相打ち。まあ、一回仕事すれば十分。そういう話では。3人。おう。おう、3人。これだって2体ブロック売買しちゃう。どうしよっかな。2個1。4マナと4マナの交換だから、そんなに。悪くないっちゃ悪くない。もう4枚ドロー。4枚ドローできるから。どうしよっかな。4枚ドローなら、なおさら、でも大事に。大事な方がいい。カウンターされるのが一番良くないんで、今打ちます。わお、ファック。ファックトチ。私ね。土地しか引かない。土地しか引かない男。悲しみの土地。はい。もう打っちゃう。はい。引きたいもん。どっちかというと引きたい欲が。あ、処理を。三三引こう。まずショック。よいしょ。殴り負けそう。余裕で殴り負けそう。はい。はい。あ、終了。土地しか引かんのだが、これで全体強化おしまい。まだない。6点、7点、全然足りなそう。全然足りなそう。ショック、おせー。おせー。土地しか引かん、土地しか引かんかったので負け。すごかったね。めっちゃ土地引いたね。4枚ドローが3枚土地だったのは衝撃だね。あ、待って。待って。青をやめる。青をやめたい。よっこいっすね。青マーナは、こいつのために青を出すのは、そんなにそんなに。こっちの方がいらない。これで、
1枚ずつプラスして、何にしよっかな。何でも良くない。何でもそんなに良くないし。ファクト破り絶対5色揃わん。絶対5色揃わんとで却下。36、536か。状況、クリーチャーが足りない。クリーチャーが足りないって言ってるんだから、多少重くても。重くてもクリーチャー入れるほかない。まあ、硬い。硬いは硬い。これで。はい、対戦。よろしく。相手が先手。これは2、2、4、3がどっかで、3がどっかで来ればよかった。お、2、2、2、2、4。悪くない。2、2、4の動きで。赤色。飛び行き。掃除機ミラーする。掃除機ミラーか。まあ、この2体よりは、こっちの方がいらない。じゃあ、掃除機ミラーで。まあ、4マナあったらヒルが出るんで、もらいます。シュッ、ノーブロック。ノーアイチ。アクションなし。アクションなし風。アクションなし風。どうしよっかな。相手もなんかもっと、こっちの方がいい。まあ、火力あるんなら撃って、撃ちてどうぞ。はい、どうぞ。ドローン職人どうぞ。ロックショックはしたくない。どうぞ。デスタッティーだぜー。デスタッティーだぜー。はい、2体とも食う。まあ、これはさすがにする。よいしょ。これはさすがに立ってるか。まあ完全に相手に押されてるんで、一回ステイで。はい。上だけサムシン。3-2。未開示 X3 でもいいか。 X3 で打ってもいい。はい、まあ欲張らない。欲張らないのが成功の秘訣。2人とも来るはね、なかなか怖い。なかなか恐ろしいこと言うね、お兄さん。しよっかな、プラ3か。プラ3だったら、いや、プラ3だと、相手だけ王的に残るみたいになる。ちょっと待ってよ。先に打てばよかった。これだけブロックする。これだけブロック陣を走る。しよっかな、プラ3。プラ3だったら、何も出せるか。何もない。何もないとな。はい。何もないとでした。とりあえず山。お山。X3。おい。すごい。これインスタントなんだ。こういうのって大体、総裁を。これなんだ。最も多くだから、今やったら相手があれするんだ。スペルが、1、2、3、3マナで表返せる。1、2、3、4、5。とりあえず殴る。とりあえず殴ってようか。とりあえず殴ってようか。えい。はい。おい、2ターン。
セリンチョ、セリンチョして、5。で、相手は来るはずもないラスを待ち続ける。そんな感じになる。2枚持っているなら話は別だが。殴ってくる。殴ってくるぞ、くん。殴ってくるぞ、くんはね、ブロックするぞ、くん。はい。はい。変異層を出して、まず殴ってみる。まず殴ファンタジー。ほい。ほい。ほい。はい。はい、3点通る。並べろ、並べろ。ほい。まあ、相手がラスを2枚持ってない限り。はい、対戦。ありがとうございました。よいしょ、とりあえず、一安心三将来、たどり着いた。うまいこと、極悪非道の、盗人の、リソースさが、ちゃんと身が引ければ、さすがに4枚引いて3枚土地だと、なんともならんぜよ。もう相手が来る。早い。早いぜ。人がいっぱい。対戦、よろしく。どうなってる ?2、2、3。一応動きは2、3、4、5。見た目動いてるから、キープ。なんでもキープ。おい。ロープが光る。ナイフが光る。食材も光る。ゴブリンヌ。お、3マナ、いいね。3マナアクション。ですね。あれ、ブロックしたくないよりだね。一回我慢すれば止まるからね、それで。ブロックしたくないより。赤水路殴ってくる？くる。もう殴っちゃった時点で能力誘発だから。やりづらさ、マックスハート。やりよーん。ゴー。アタックしない。アタックしない。まあ、今度はこうすればいいから、これは見た目止まっている。見た目止まっているという話になる。よいしょ、次土地だったら、除去でも良ささ。はい。もう持って返す。アンコーン。上から2点。痛い。上から2点。どうかな。上から2点。上から2点。痛いぞい。上から2点が痛いぞい。持っちゃう。ちょっと、おテンポ悪いけど。はい、よいしょ。えい。まあ、これも相打ちでもいい。相打ちでもこれが溜まる。場に直接帰ってこないのがなかなかやばい。レアカードなのに。兄さん、ドゥルーン職人。ドゥルーン職人はなかなか厄介。お、すごい、噛み合い。相手のカードで、俺が得する。若干、ドローン職人は無視していない。はい、手が重いんじゃ。2点。何拾う？なんか拾って嬉しいもん。軽いやつの方がマシまである。3マナ、重いんだよな。はい、2D、はい、5砲。これはヘリオン拾って、どうしよっかな、ヘリオン拾ってもなって感じだ。5マナ、2-3で動けた方がいい。2-3どうしよっかな。次ヒール出すでしょ。まあこれだと結構もっさりめだからいいか、ヘリオン。次ヒール出して、はい、1マナ。沼、こういう時に限って。だったら重い方から行く。どうせそんなに殴んなそう。はい。あ、なんかやばめなカード来た。はい。変装だよ。これ6マナ ?6 マナ、6マナ。6マナにこれ、ヒル捨てちゃうもん。ヒル捨てちゃって、いや、もう、
ったいない。ヒルスペルのはもったいないぐらいなんでももったいない。どうしよっかな。長引くと不利。いやでもそんなにライフもあるらしいんだが、こっから相手の方が理想つきれないんだよ。ってかなるとこっちもドローソーが欲しい。だったらちょっとのんびりしたい。デッキの方はこっちの方が薄くなっている。お、またすごいの来た。ボーマット。大きいボーマット来たね。あれ、そんなにいいんだ、クリーチャーなのか。3マナ、お、これいいね。3マナ、3マナで裏返して。これだったらヒル殴っていく。ヒルパンチ。どうだ。はい。だったら、リバースカード。リバースカード。いいぞ。動きがいい。最高に動きがいいぜ。ティートップ土地とかだと置いてそのまま予言になる。レア予言。レア予言とかす。はい。お、2点。誤報2だからどっちかを潰す。こっちは、まあ、死んでもいい方。死んでもいいよりの方。はい。だったらみんな殴ってっても打点。ガッテリング・ザ・ギャザリング。2枚引くまでもなく。未開地。未開 T。未開 T。とりあえず待ってよ。どうしよっかな。これだったらなんか2枚引くまでもなく。3でしょう。3、3。12点。はい。で、3体は次来ない。おい。とりあえず殴ってみっか。なんか打点はこっちの方が勝ってそうなんで、はい。おい。おい。はい、はい、はい。残り5、単勝5。これだと相手も下手に動けなさそうではある。これ切らない方がいい。普通にアンブロで使う可能性がある。これを3点。3点絶対通りますようにすればいい。殴っちゃこれない。頑張ろう。おい、おい、おい。赤残しといた方がいい。おい。うん。うん。しよっかな。デスタッティ、デスタッティで、ニコイチダッティ、ニコイチダッティしちゃう。三六もマイカ、みんな行っちゃえ。みんな行っちゃえ。アイテムヘリオンだった。ここ一方。これだと三抜けるから、終了。これだと五宝くんアンブロにして勝ってそうな感じするがいかがですか。はい、商人家紋飛行で帰ってきて言いがかり。これあんまり仕事してなかったじゃない。全く唱えてこなかった。これもなかなか動いてなかった。はい、対戦ありがとうございました。相手のカードが若干仕事しなくて助かってた感じがです。ほい、はい、よいしょ。4勝したぜ。久々の4勝、一安心。相手が来た。はい。対戦、よろしく。お、先行、いいね。2、3、4と、動きがいい。最高に動きがいい。この時期くん。
白。1段目からタンティボウ、ETB、ETB が出てきて、黒マナ2つ出ない。黒マナ2つ出ない男。どうしよっかな。どうしよっかな。まあ、もらっていいか。打てそうにないなら出ちゃってみよう。とりあえず殴る。とりあえず殴ります。とりあえず出ます。表です。33です。33強い。この3マナ33はね、3マナ33だから強い。はい。お、黒ダブいい。2体でアタック。はい、通ります。こうです。これは、除去ドローで、最高の動き、してっちゃうよ。5砲だとちょっと苦しい。はい、ちょっと予定が狂ったね。はい。やっぱりせ。ダブアタック。はい。それはね、読んでるぜ、俺は。自動車払い。2個1だ。2個1おいしい。まあ、思ってねえわ、そこまでなく言うじゃん。なんかやべえな来た。やべえな来たぜ。このターンにライフを失った相手一人につき調査を行う。手がかりが、戦場から墓地に置かれるたび、トークンが出る。よし。とりあえず消えてもらうか。で、スタッティ。はい。まあ、サクってくるでしょう。はい。サクってきました。どうしよっかな、2体トン。シュッ。こっちは1回やめとくか。はい。はい。まあ、3枚しかねえなら。出してもよか。なんか普通に土地サクっておしまい。ああ、そうだね。そうなっちゃう。土地捨てておしまい。おう。限定。探偵この人。探偵だ。強い。3、4。1点。事件。片方は捨てるしかあるね。まあ、2つあっても絶対手札使い切れないからね。タフ4でしょ。何？タッパー丸できたか。はい。タッパー飛行でどつかれ続けるのは。これも結構嫌なんだ。あ、でもこれもなかなか。これ44になる。44になるんだよ。装備品が強いぜ。はい。やばい、気候が強い。気候強すぎ、バロタ。殴ってもしゃあない。上から8点もらう。だいたい負けてるんじゃ。装備品が強かった。200韓国。はい。バイバイ。これは終わったが。ブロッカーをちゃっかり立てる。全部土地、そんなことあるかね。あざしたら。まあこれは、どうだった。気候が止まらない。止まらないじゃ。ほい。相手が先手前。まあ、やれるのできる。7枚できる。事件。ショック。マナクリ？なんとも言えないやつ。これね、お、マジヤバカードで、大雑把か。とりあえず、どうしよう。いらない。
号です。ごほう。ごほう。殴って。ほな。殴ってまんでしょっかな。ごほう。4。まだ1ターンは、1ターンは引っ張れるか。で、こっちもクリーチャーで。5です。まあ、ここは一応表返さないんなら、こうブロックできるし。はい。やべえな、来た。やべえな、来た。どうしよう。殴り合う。殴り合うか。ヒル出して、ヒル出して、いや、飛行止まんねえからな、このデッキ。飛行止まらんので、なおに。なお、こう。で、こう。砕き。すごい。444飛行に。トランプルについて。ランデスまである。何でもありだぜ。昆虫。アーティファクト昆虫。珍しい。ね、土地を2枚拾う。6マナになる。それは全然あり。まあ、場もそんなに強くない。はい。動いてこない。今もうショック2枚打ったから、沼で、沼でショックかな、一応半々。沼でいいか。はい。赤のスペルはもう、だいぶ打った。沼沼沼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 沼沼沼。まあ、素直に強くしていこう。場を強くする。これブロック生贄する機械相手。ブロック生贄していくと。まあ、相打ちするぐらいならサクるでしょう。はい、サクった。はい。すごい、2枚ランパン。うまいこと。こっちが、はい、7マーナ。伸びるね、相手。2枚やんだ、それ。それは効いてないぜ。それ2枚やばくない。やべえよ。自然なポケモン。自然に2枚出てきた。やばすぎる。なんだろうね。ギル。ギルとどっちが入る。まあ、なんかはあるっしょ。おう。これだったら素直に忍耐行った方がって話だった。どうして？早いぜ。次元解明。次元解明ではない。アタックしない。さっきの反省を生かすならみんなで。パワープラス3だったら知らねえ。フルオープンだったらやばかった、さすがに。さすがに今が。うわぁ。ダメだ、これ。適当すぎた。さっき2体で行ってればな。打ち取れたんで。4勝3敗。さすがに自然の溶け込み2枚は。やべえっすよ、先輩。さっき2体で行ってればな。2体で行った方がよかった。2体で行けば、プラス3先生でも、打ち取れてた。打ち取れてたはず。パワー5に対してタフロックあったから失敗したね。あそこミスった、ね。4勝。まあ4勝できたんならいいでしょう。はい。受け取り。はい。まあまあ。まあまあだったね。はい。そんな感じで今日はここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。シュッ。